共有会は、無教会派の内村肝蔵の帰還し、聖書の研究の読者を中心に、日本各地と海外に結成されたキリスト教の共同体である。聖書の研究の読者を中心として、キリストにある愛の共同体の実現を図ろうとする、機運が高まった。内村肝蔵の提案によって、1905年頃に、新潟県柏崎市に、次に、 新潟県大鹿の読者によって最初の共有会が成立した。1905年10月発行の聖書の研究で内村勘蔵はローマ書13章8節を引用して愛の交わりを強調して読者が各地に共有会を設立することを承用した。1905年新潟県三条、大鹿、柏崎、長野県上田、下手海軍木島、小諸、 東千区、ま、南安住郡東、穂高、福島県伊達郡阿波の、千葉県三部郡鳴浜、岩手県花巻、福島県本宮、米国のハワイに誕生して、1905年4月にはカリフォルニアにも誕生した。11月25日には東京津のはずに誕生した。1912年、内村が三度目の札幌電動に行った時に札幌独立。 キリスト教会の竹崎八重 u が教友会を全国的に組織しようと提案した。しかし、内村と教友会のメンバーによって拒否された。1917年頃になると、教友会という名称は実際に使用されなくなった。1918年に内村勘蔵がサイリン運動を始めると、教友会は柏木兄大団として発展解消される。 17歳から40歳までの青年と少年が中心で独立して農業従事者と商業経営者などが中心になっていた。ありがとうございます。